こんにちは、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、そしてミスター M 様、今回も動画をご覧いただきまして、送っていただきまして、そして私の動画もご覧いただきましてありがとうございます。今回はダイヤモンドプッシュアップって言って、こういう風な形でね、ダイヤモンドを作ってそこに胸を押し込むような、こんなね、腕立て伏せみたいなやつですね。これきついですね、かなりね。この辺に筋肉がつくのかなと思ったらここなんですね。いやいや、これね、素晴らしいなと思うんですけども、この負荷のかけ方っていうのは、やっぱり自重でできるっていうのもミソですし、本当にお手軽にその辺でね、台所でもできちゃうし、台所でやんないか、でも実質でできるっていうのがポイントですよね。でミスタイムさんに今回ね、ちょっと聞いてみたいんですけども、こういうふうな1分間トレーニングってあるじゃないですか。で主にはこれは時間が出た時に思い出して、こう1分間でやるみたいなとこだと思うんですけども、ミスタイムさんの場合は撮影以外にトレーニングする時にね、1日のうちに1分だけこれをやるために着替えるわけじゃないと思うんですよ。だから多分何個かを連続してやると思うんですよね。例えばこれをやった後、これをやって、大体5種類ぐらいやって10分みたいなプログラムを組んでるのかなと思うんですけども、そういうふうなね、今度なコンビネーションといいますか、今日は例えば胸の筋肉を鍛えるから、胸の筋肉を鍛えるためのメニューを5本連続でやって、今日のトレーニングを終わりと、今週はその胸を鍛えるための1週間だぞみたいな、そんなふうにしてるのかどうかなっていうふうに感じたんですけども、どうですかね。そうではなくて、思い出した時に思い出したものを、ストレスなく自分が好きなやつをね、思いついたやつをやるのか、アットランダムにね、その辺がもしね、ありましたら、教えていただけたらと思いますけども、いかがでしょうか。でね、動画の方なんですけども、本当にね、もう出来がいいと言いますか、あと動画説明欄もできてますし、チャンネル登録者数の方もこれ地道に増えてるじゃないですかね。だから増える速度っていうのはもっともっと増やしていかないといけないと思うんですけども、これはですね、やっぱりコメントをいただいたりするところもあったり、いいねボタンを押していただいたりってところもあるんですけども、やっぱ拡散をどっかでしていかないといけないですよね。動画の拡散をするために広告を使ったりとか、SNS に貼り付けるとかね、これはなかなかね、大変なんで、それをやりましょうとまでは言えないんですけども、ちょっと頭の隅に入れておいていただければなと思います。本当に、ね、YouTube の動画の作成だけで、ちゃんとコメントついてますもんね。動画の作るペースっていうのは、これ以上にするのはちょっと大変だと思いますんで、このペースでね、楽しみながら余裕のある時間にやっていただければいいと思うんですけども、でももうすぐ100話ですね。やっぱりすごい、この継続力はまさにガチンコマッチクラブの精神の鍛錬とも言えるかなと思うんですよね。そしてもう一つ質問なんですけども、この継続力をね、保つために、なんかコツがあったら教えていただきたいかなと思いますし、今日はちょっとしんどいから動画作るのやめようかなみたいに感じることがあるのかなとかね、そういったところもなんかね、多分視聴されてる方興味があると思いますんでね、視聴されてる方の中で動画を作ってる方もいらっしゃると思いますんで、その辺も一緒にシェアさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。それではありがとうございました。いってらっしゃい。